起用したんですが、その時には勝ち越すことはできなかったライオンズ。この回は下位打線から、しかも代打構成がよく当たってですね、当たってますね、はい、秋山もセラテリもしっかりヒット上がって、そして秋山も普段通りレフトへヒットを放って満塁としました。さあこの津代打場面で木村、木村もバッティングはまあ苦しんでいる一人でありますが、この絶好の場面でアピールができるか。もう初球を僕は打ってほしいですね、はい、初球、まあ、打ってほしいというよりも初球振りに行ってほしいですね。ピッチャーの交代の第1球目をね。まだ52打数9安打1割7分3厘、変化球にちょっとこう脆さもある木村ですが、内野は前に出てきます。さあ満塁、8回の裏同点まで追いついたこの回、一気にリードまでいけるか。今日最初のバッターボックス、真ん中見送りました。1球目行ってほしかったな、さあ2-2、なんとか粘って、久々のヒットがなんとここでチームを救う満塁アーチになりました。7対3、バード初球手を出さなかったのも、あるいはハルになってしまったのも、全てをもう忘れるぐらいの満塁アーチが出ました、木村文和。しかも迫力ある大きなアーチでした。よく打ちました。初球ね、平気で見逃してるんで、どうなのかなと思ったんですけどね、はい、最後ちょっとボールはちょっと高めに行きたいような感じでしたが、これを見事振りました。もちろん自身初の満塁アーチ、 100% まっすぐですからね、ただバッティング不振で、まあ、この人も5月31日以来のヒットでした。それがなんとチームを救う満塁アーチ、しかもかなりの高かかってですね、滞空時間も長い満塁アーチになりました。自身初めて。いやこれは嬉しいでしょうね。